西門目黒日本大学中学校、高等学校は、東京都目黒区目黒一丁目に所在する、私立中学校、高等学校。学校法人目黒日本大学学園が設置、運営する中高一貫校で、学校法人日本大学の準附属校。高等学校において、中学校から入学した、内部進学の生徒と高等学校から入学した、 外部進学の生徒の間で、第一学年から混合して、クラスを編成する併設型中高一貫校である。芸能コースを有し、在校生、卒業生には著名な芸能人も多い。2017年12月4日に、学校法人日本大学と準付属契約を締結し、2019年4月より、日出中学校、高等学校から、 目黒日本大学中学校、高等学校に校名を変更した。対象年間より、現在地の目黒駅前、ゴン助坂に所在する。幼稚園も併設している。制服は2011年度から新しくなり、種類も選べる。着用義務化。式典の場合のみフォーマルの制服を着る。学園祭は、鈴掛け祭りと呼ばれ、 毎年9月から10月の時期に行われる。目黒の三魔祭りや、ゴンの助坂商店街、盆踊り大会へのボランティア参加など、地元住民との交流がある。高校は2000年度に通信制が設置され、2001年度より、日出女子学園高等学校から、肘高等学校に、校名変更している。2005年度より、高校全日制が、男女教学になった。 中学は2006年度に男女教学となり、同時に肘女子学園中学校から密室中学校に校名変更した。教学科とともに総合コース、芸能コース、スポーツコース、少人数、ゼミコース、医師役研修学コースにコース別化した。2017年度より国際コース、特進コースを新設。 またコースを再編し、2018年度現在、前述の2コースと進学コース、スポーツコース、芸能コースの5コース制となっている。2019年度は進学コース、スポーツ、芸能コースに分けられている。高校は、進学クラス、普通クラス、芸能、スポーツプロフェッショナルクラスが設置されている。目黒駅から徒歩5分以内という立地条件の良さと、 公害活動や社会経験との両立に対する理解があることから、山口桃江をはじめ原田智世や仲間幸恵、上野樹里、荒垣結衣など多数の芸能人を輩出してきた実績がある。肘高等学校に関するカテゴリー、日出中学校に関するカテゴリー、ありがとうございます。